今度の新聞でうちの高校の七不思議の特集を組もうぜ。部長の一言で僕たち新聞部は学校の七不思議を特集することになった。今年の夏に長い間使われていなかった旧校舎が取り壊されることになり、それに合わせて恐怖ネタをやりたいということだった。そしてまだ1年生で新人の僕がその担当に選ばれてしまったわけだけれど、どんな怖い話がこの学校に伝えられているのか僕はよく知らない。そこで学校の七不思議にまつわる話を知っている人たちを先輩が部室に集めてくれることになった。先輩は用があって来れないらしく、実際には僕が仕切らねばならなくなった。集まった7人が誰なのか会ってみるまでわからない。今日の放課後、部室にその7人が集まるという。僕はあまり怖い話が得意ではなく、どちらかというと臆病かもしれない。今日はどんよりとした灰色の雲が空一面を埋め尽くし、いつ雨になってもおかしくない天気だ。吹く風もじめっとしていて、肌にまとわりついて離れない。なんでこんな日に薄暗い部室で怖い話を聞かねばならないのか、僕は逃げ出したくなってきた。それでも自分の意志とは反対に足が部室の方へ勝手に向かっているのは、心のどこかで怖いもの見たさという思いがあるからだろうか。
ください。